にちは。本日は飯田女子高校の会場で、西澤芽衣さんの講演会と榊原舞香さんのミニライブということで、ここで行っていただきます。それではもうすぐ西澤さんの方にお願いをしますので、最後までしっかり見ていってください。よろしくお願いします。お二人はセクシャルマイノリティへの理解を求めて活動されています。最初にお聴きいただくのは We Are the Rainbow という曲です。どうぞお聴きください。本日ですね、こちらに一応花束、花の、フラワーアレンジメントを置かさせていただいているんですけど、松本市の方から、同じ LGBT の、性同一性障害の方ですね、女性から男性へ体も変更されている方なんですが、今日来ていただいて、長岡春菜さん、講演活動を行っている方が、花束を今日届けてくださいました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。LGBT、L レズビアン、 G ゲイ、 B バイセクシュアル、 T トランスジェンダーの頭文字を取った、言葉になっております。で、 LGBT って聞きますと、このレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、セクシュアルマイノリティっていう方たちがいるよっていうことを聞きますと、今いろんなね、渋谷区、そして、世田谷区での同性パートナーシップ条例の成立ですね、1人、NHK の番組でも言ってましたが、13人に1人日本の中にいるんですね。で、13人に1人ってどういう、どのくらいの人数なのかなってわからない方いらっしゃると思いますので、ちなみにこちらの会場で左利きだよっていう方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。はい、ちなみに AB 型だよっていう方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。ですね、左利き、そして AB 型の人とほぼ同じ割合ですよって言われている、数字になっています。そうですね、これですね、子供の頃の写真もつけさせていただいたんですが、西澤芽衣の、人生とともにですね、LGBT、トランスジェンダーの心を少し分かっていただけたらなと、少し感じてもらえたらなと思います。はい、僕ですね、女の子として生まれてきました。で、そしてですね、今現在も女性です。体は女性です。で、心は男性ですっていう感じです。はい、で、幼少期の頃ですね、中学生時代ですね、高校生時代という高校時代は、自分は、中学校、高校は途中で辞めてしまったんですけど、小中高とバレーボールをやってました。で、バレーボールが大好きで、バレーボールを追いかけて、ボールを追いかけてスポーツをすることが大好きで、その時が本当に生きる楽しみっていうものをずっと感じてですね、バレーボールをやっていたんですが、ただですね、更衣室での着替えがすごく嫌で、友達が学校に登校する、扉が登校すると扉が開くのと同時にみんな入っていくんですよ。で、なのでみんな同じタイミングで着替えるんですよ。それが嫌で、ちょうど5分ぐらいずらして自分が更衣室に入っていく時には女の子たちみんな出てって、で、自分が一人でもう30秒ぐらいで着替えるんですよ。で、慌ててコートに行くっていう感じだったんですけど、それぐらい本当に着替えが嫌で、で、合宿だとかのですね、お風呂ですね、
そういうものが嫌だったっていうのをすごい覚えています。で、体に対しての違和感をこの時にはもう中学生の時ですね感じてます。で、そんな中ですね、専門学校時代社会人っていう感じでどんどん成長していくじゃないですか。で、自分はですね、自分を受け入れてくれる認めてくれる友達が少しずつ見つかってくるんですね。で、どんな感じで見つかってきたかなっていうと、自分が高校の時ですね、アルバイト先で働いてたところ、最初入った時にカミングアウトしました。自分はトランスジェンダー、性同一性障害なんですって。で、その時はストレートに言葉を返してくれました。それメインはメインでいいんじゃない、トランスジェンダーそのとかはよくわからないけどメインはメインでいいんじゃないっていう言葉だったりですね、あるんです。で、マイカと出会いってどんな感じだったかなって思うと、自分の尊敬している、両親の友達だったんですね。両親の友達から、誘いを受けまして、ライブメイと同じ感じの子がライブをしてるから見に行かないかっていうことを言ってくれたんです。で、マイカはですね、体が女性で心が中性なんですね。なので、全く同じではないんですけど、同じ感じの子がいるよって、その子がライブしてるから一緒に見に行かないっていうことで両親の友達が誘ってくれたんです。で、そこからですね、マイカのライブに行こうと思って行ったことがきっかけで、で、LGBT なんかLGBT の啓発のライブをやってるっていうことでそれ見に行ったんですけど、すごい自分にはですね持ってないそのパワーっていうものをすごい感じまして、で、本当に心が熱くなるものを感じて、自分もやってみたい、自分も LGBT の啓発活動をやってみたいっていうのを思ったことがきっかけだったんですね。この活動を行うのに当たったっていう感じなんですけど、で、そんな中ですね、本当自分が変われば周りも変わるっていう言葉ですね。で、自分は本当にそうですね、自分の弱い部分見せたりだとかですね、で、そしてなんか自分に対して向かうことができるようになった瞬間、人に認めてほしい認めてほしい認めてほしいって思ってる時は人に対して思いが向いているので、なかなか自分受け入れられないんですね。で、そんな中でですね、自分こんな自分になりたい、あんな自分になりたい、小学生の頃とか保育園の時って思ったことなかったですか？さっき夢の話でウルトラマンになりたいとかって言って書いてあったんですけど、はい、そんな感じで、自分には超えることのできない壁は現れないっていうことを書いてるんですけどね。これ自分は本当にずっと死にたいって思ってたんです。で、タバコの煙と一緒に消えていけないかなってずっと思ってたんです。後でマイカのライブの時にね、自分が書いた詩の中にもそのフレーズがあるんですけど、本当にそんな風に思ってた自分が今すっごいハッピーですっごい楽しいですって、なんかそういう思いを話せてるっていうことがすごく幸せで、で、辛い時にね支えてくれた友達とかがやっぱいたから今あると思うんですけど、やっぱりその自分には超えられない、超えることのできない壁は現れないっていうこと書いてあるんですけど、本当にトランスジェンダーとして、生まれてきて、本当に今は良かったなって思ってるんです。人の痛みだとか苦しみだったりとか何か感じられたりとか、そういうことを自分は受け止められたりだとか、なんか人よりそういう経験したことによって大きくなれたかなって思ったら良かったなって思えるんです。だから、夢には賞味期限がないっていうことで、自分がマイカと出会ったのは23の時でした。23歳の時でした。で、自分はですね、23からこの道をスタートしたんです。で、LGBT の啓発をスタートしたんです。で、本当に今夢がないとかいろんなことを思う方もいると思うんですけど、でもこれっていつでもこうなりたいって思った瞬間からスタートだと思います。なので本当に好きなこと、いろんな視野を広げてですね楽しんでもらえたら嬉しいなと。で、音楽を始めたのも実は自分23の時なんです。歌を歌ったことがカラオケ以外ではなかったんですっていうところから始まりまして、コーラスなんてもう持ってるほかだったんです。すごい音も外れてっていうところから始まって、今は
良くなったねって、上手くなったねって言ってもらえるぐらい、少しずつ上達してるんじゃないかなって思ってますっていう感じで、本当に賞味期限はないかなって、ね、思います。そんな、思いをしている人は、あなたの周りに LGBT の方はいますかっていうことでですね、いないですかっていうことを伝えたいんですね。で、先ほど話したようにですね、13人に1人いるはずの LGBT、 あなたの周りには LGBT の方いますか。で、 LGBT の子どもたちを取り巻く環境ということでですね、どんな感じかなって言った時に、小学生から高校生の間に自分が LGBT であることを話した人数ということで、話したことがあるよっていう方がですね、誰にも言えなかったっていう人が、生物学的上男子ですねは、誰にも言えなかったのが 53% で、半分ですよね。で、女性の方も 31% っていうことでですね、誰にも言えないっていう人がいるんですよっていうことを知ってください。これですね、自殺未遂率は異性愛者の、約6倍ですね。自分のことですね、なかなか受け入れられなかったり、周りからのいじめだったりいろいろあったと思うんですが、本当に命って当たり前じゃないんですよって、当たり前じゃないんですよって感じてもらいたいなって思うんです。僕ね、そしてですね、約 93% の子どもが学校で同性愛について適切な授業を受けていないんですよっていうような内容でですね、一切習っていないっていうことがですね、78.5% いますよっていうような調査も、調査結果も出ていたりしますっていうかもしれないですけど、あなたの周りにも必ずいます。で、いなかったのではなく気づかなかっただけですよっていうことを自分は伝えたいなと思います。で、本当にね、隣にもしいたらって思って会話をすることがすごい大事だなと思っていて、自分はすごい聞きたいなと思うんですけど、 LGBT ですね、LGBT っていうふうに聞いた時にですね、隣に いなかったよっていう人いると思うんですけど、いた場合どういう接し方をしてましたかっていうことなんですね。で、自分もLGBT 当事者だったので気づくことができたんですけど、例えば中学校時代に女の子同士が手をつないで歩いていた、あいつらレズじゃねって自分も言ってました。で、それがどんなにひどいことだったのかっていうことを後々知るんですよ。で、自分が当事者だったからこそ、あれっていけなかったんだって感じるんですよね。で、そんな感じでね、周りにも必ずいますっていうことで、あります。で、体の性で分けられていることってどういうことっていう感じなんですけど、日常から、男性女性で分けることって本当に必要ですかっていう感じですね。で、男らしさ女らしさって何っていうことを話をしていきます。で、体の性で分けられている場所、トイレですね。トイレだとか更衣室、お風呂で、健康診断とかかな。で、あと修学旅行の部屋、寮などっていうことでですね、こういった経験が自分はあるなと思ったので、ここに3個写真を載せさせてもらってるんですけど、これは男性も女性も入れるトイレがありますよっていう、海外の大学での写真と、ちょうど真ん中にあるのが、これが名古屋でですね、見かけた写真なんですけど、こんな形でね、今 LGBT、トランスジェンダーにとっても入りやすいトイレって増えてきたなっていうことを自分はつくづく感じております。で、体の性で使うものに区別があるものっていうことで、学生時代ですね、制服だとかですね、体操着、ランドセルのおもちゃなどですね、文具だとかですね、服装ですね、などなんですけど、こんな感じで海外でも、この真ん中のやつなんかですね、男性が着てるんですけど、女性的なラインのなんか服装がファッションで取り入れられたりだとかっていう感じで、男子女子関係ないっていう、そんなニュアンスを受けるようななんかものだなと思って取り入れさせてもらいました。で、あとは体の性で参加できるものが区別されていることっていうことで、体育の選択種目、クラブ活動だとか運動会、体育祭、球技大会などっていうことで
書いてあるんですけども、そんな中ですね、トランスジェンダーの、男性から女性の方がゴルファーで女子として今活動が活躍なされていることだったりだとか、トライアスロンで、女性から男性になった男子として種目に出ている、方とっていう感じで、取り上げさせていただきました。で、あとはですね、男性女性を確認されること、書類の性別記入欄、保険証、就職活動などっていうことでですね、いろんなことで履歴書、これ男女分かれてますよね。で、なかなかどっちに丸をつけていいものか、丸をつけずに面接に行ったこともしばしあります。で、なんですけど、やっぱり女子に丸をつけられるんだっていうことで屈辱を受けて帰ってくるみたいな形だったんですけど、今この中にですね、その他っていう欄が付けられ、加えられている履歴書があったりだとか、あとは海外でですね、いろんなものを選べられるところにですね、トランス、ジェンダーっていう区分ができたりっていう感じで、こんな形で世界でもいろいろLGBT の状況が変わってますよっていう感じなんですけど、話したんですけど、本当にね、こうやって生きていること、当たり前ではなくて、いつ自分がこうやって生き生きしてられなくなる瞬間が来るかもしれない、そんなことを思ってね、毎日全力で生きていきたいなっていうことを自分は思っています。で、皆さんにもそんな思いを伝えたいなと思って、今日はここで話をさせていただいております。同性パートナーシップ条例の7の件での成立、これはですね、一つの多様性を受け入れるっていうことの一つのきっかけで、で、こういったものをですね、認めることによって、いじめだとかですね、そういったものも軽減されるのではないか、多様性を認める一つのきっかけになればいいなって思ってるんです。で、同性パートナーシップ条例の長野県での成立、これをまず一番の目標にして、僕、西澤美と榊原舞香は今目指していますよっていう最後にですね、こちらですね、メッセージを2つ残したいと思うんですけど、世界中に1人でもいればいいということでですね、自分はですね、すっごい本当に今までですね、友達100人いたらいいな、1000人いたらいいなってずっと思ってきたんです。で、心はですね、その時思ってる、そういうふうに思ってる時はすごい寂しくてですね、で、友達いっぱい欲しい、いっぱい欲しいって思ってて、で、いっぱいいるのに、なんか友達多いねって言われるんですよ。で、友達多いのに何か寂しいんです。で、それはね、周りのね、顔色を伺って、一生懸命一生懸命周りに好かれようとしてたからだったんですね、僕は。で、だったんですけど、今こうやってね、自分のことをさらけ出して話したり、こうやって活動をしていることによってですね、で、本当に一人だけでも本当に自分のために手を差し伸べてくれる、苦しい時に手を差し伸べてくれる友達がいたら、それだけでいいなって思ったんです。本当になんかそんな人が、多分自分はそんな人が隣に一人いたから今生きているんだと思います。そして最後にですね、自分の作詞した曲にでも、曲のテーマ、タイトルにもあります、君は一人じゃないから。ですね、本当にあなたたちは一人じゃないですよっていうことを常に伝えていけれる自分になっていけたらいいなと思っています。本当にね、これから先も同性パートナーシップ条例の長野県での成立を、目指し、そして、一人のため、たった一人のために自分は講演活動を行っていきたいなと思っています。で、本当になかなかね、自分のことを認められなかったり、 LGBT だけじゃないと思うんです。で、そんな人のね、たった一人のために自分はずっと発言し続けていけたらなって、ステージに立って話し続けていけたらなと。で、そして、作詞して、曲を作ってもらうことによって言葉を届けていきたいなと強く思っていますということで、これからもどうぞ西澤芽衣の活動、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。
本当の KC アーティストの榊原舞と言います。よろしくお願いします。自分はですね、こちらの飯田女子高校を6年前かな、今23、4の年なんで、6年前ぐらいに、卒業をしました。で、自分は、実際に先ほどね、メイの講演でも言っていたんですが、自分は体が女性で心が中性、そしてバイセクシュアル、女性も男性も好きになれるっていう性別なんですけど、自分はそのことをカミングアウトを実際にしたのが高校3年生に、初めて友達に、カミングアウトしました。で、その頃は親にはまだ何も言っていなくて言えなかったんですけど、そんな中でまあ本当にね、学校の中でもそれだけ長い間、1年生2年生と言えなかったっていうのが事実で、なんか本当にね、今日こうやって生徒さんも来てくださってるんですが、なんだろう、そういう環境っていうのもきっとなかったし、なんか言ったらやっぱり気持ち悪がられるだろうなとか、メイも言ってたんですけど、なんだろうな、自分本当にね、その人に言うっていうことが怖かったし、ね、友達離れてくんじゃないかなとか、多分自分しかいないんじゃないかなとか、そんなことを思っていました。いつも周りの視線ばかり気にしていたけど、やめた、そんな自分
優しくかっこよく大きな自分に見せることに必死だった僕は言うずっと一緒にいたいね君は言う離れてLa la 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 la
ートまで持ってきてくれるね。そうですね。そう入ってきてくれるといいね。ノート持ってるよ。すごいです。はい、はい、お願いします。私はあの先ほどね、メイさんの話してきた通り、MTF という、男からの女から、あ、違う、男からの女から、ということで、私はもう性別が全て、戸籍も変わってます。ということで、女なんですが、はい、メイさんに質問です。はい、私は男から女ということで、非常にハードルが高かった。要はスカートアップにもですね、化け物が履いてるんじゃないかという、まあ、俗に言うね、化け物扱いをされて、ずっと今生きてきたんですよね。私も56歳。で私が小中学校高校を過ごした時はもうやたらといじめられて、もう一人でずっといたというようなことで自殺もしてます。言っちゃったけど、まあそんなようなことで今まで育って性別が変えられるようになって十数年経ちましたよね、はい、それで変えたんですが、その間変える決断をしてからここまでになるのに12年かかってるんですよ。それは男性から女性として生きていくために必要な知識なりを選んで手術するとすぐ女として生活できるから、それ絶対なんですよね。それで質問なんですが、はい、どうやったらそう、まあ、女性から男性っていうのはそんなにハードルが高くないのかもしれませんが、どうやったらそんなに男らしくなれるんですかということを聞きたいです。はい、ありがとうございます。すごいお褒めの言葉ですよね。そうですね、男らしく、ありがとうございます。どうですかね、本当になんか自分はずっとずっと男にこだわりがあって、男とはこうあるべきみたいな、女性を守るべきみたいな、なんかもうめめしい男なんぞやみたいな感じの人生を送ってきたんですよね。だけど自分は本当にそんなに強くなくて、で弱い部分がたくさんあって、でだけどなんかその弱い部分がたくさんあったからこそ、なんか人の気持ちに素直に向き合えるのかなって思ってるんです。なんか自分男らしさって人それぞれかなって思ってて、優しい人もそれが男らしさになったりとか、なんかそんな風に思うようになって、なんかここにね来る道中もマイガと2人で話してくる中で言ったんですけど、男臭い男になりたいみたいな、なんかね、漢字の漢と読み男が漢字の漢と書いて男と読むみたいな、なんかそういう男になりたかったんです。でもなんか自分ってなんかそんな感じじゃないなと思って、なんか本当いろんなものを受けてきたからこそ、本当にいろんな人とかを受け止めるなんか強さを持てるようになりたいなっていうふうに思って、なんかそういう強さを自分で追求していきたいなって今も